ハワイの、おすすめの不動産情報をお届けしようと思います。この1ヶ月ちょいのロックダウンの期間中で、髪の毛もだいぶ伸びてきましたと。今オフィスからですけど、出勤は私だけですね。社員は全員自宅で待機してます。画面を共有します。レイハワイのホームページ、こちらの、画面、ここのメニューに、見えますかね、ハワイ不動産というメニューのところに、ブログの内容ですけど最新の情報をまとめてますので、時間になるときに一度見ていただければと思います。毎日売りの物件情報がこういう時でも結構な数新着で届くんですけど、ワイキキ周辺の物件は全て見てます。そういうところで、あ、ここはちょっと気になるなっていう不動産情報が来れば、確認するようにしています。最近入ってきた情報だと、ワイキキサンセットの上の方の階で 2LDK、3013、ここですね。これが、マーケットに出て10日目ですけど、 DOM デイオーマーケット、10日目、マーケットに出てからの日数が10日目のお部屋。ワイキキサンセットっていうのは、場所が、わかりますかね、この動物園、ワイキキの東の端、動物園の近くにあって、これで見ると、私の家がこの辺にありますけど、ダイヤモンドヘッド、上から見るとこんなクレーターになってますと。今公園が徐々にオープンしていってますけど、ハワイの場合はダイヤモンドヘッドの山頂はまだダイヤモンドヘッドは開放してないと思います。ここで KCC 土曜日のファーマーズマーケットがありますけど、ワイキキサンセットがここ、これですね。で、出ておすすめなのが、今出てきたのが、この上層階30階の 2LDK。ほとんどワンベッドルームなんですけど、この角、東の角、13と14号、13、14号は 2LDK で、13が南東の角、14が北東の角だったと思います。前小学校で、抜けてますから、まあ、ここ小学校、公立の小学校なんで前に立つことはないでしょうと。動物園、こんな感じで、今クローズしてますけど、こんな感じで、海も 1,2,3 ブロックで行けますし、まあ、歩いて 2,3 分、4分かな、行けますと。ここに公園、カピュラニ公園が、広がってますんで、一応散歩とかも気持ちいいですし、場所的にはこんな感じですね。このお部屋が、写真、これ見えますかね、前が抜けてるから、ダイヤモンドヘッド、しかも上層階でバッチリ見えてますと。あ、最高ですね。ここは、リビングはこんな感じ。家具とか古い、多分アクアさんが管理してるお部屋かなと思いますけど、この仕様、このお部屋の内容、内装っていうのはアクアさんがおそらく管理してて、
今からアクアさん改装してこう綺麗にリノベーションしていくと思うんですけど、それは今度買う方、今売りに出てますからこのお部屋が、買う方次第で改装するかどうかっていうのは決めると。買う方っていうのは誰に管理を任してもいいんで、そうですね、我々みたいなところで管理して人に貸すってこともできますし、アクアさんに管理されて、1階にアクアさんフロント持ってますから、そこでこうホテル的に運用するってこともできます。13号が山側でした。13号が山側、14号が南東の角、海の方の、角、こっちは山側、リビングからはバッチリ海見えますけど、こんな感じで、バルコニーからの景色こんな感じですけど、ベッドルーム、ベッドルームだと、おい、こんな感じ、山側の景色、山側も抜けてますから、山側も抜けてますんで、この辺のコンドミニアムちょっとありますけど、30階だとまあまあ抜けてますから、この辺のゴルフ場とか、山側が綺麗に見えると。夜景もこの辺の夜景、戸建て、まあ、街灯が非常に綺麗で、オレンジ色の夜景、街灯の景色が綺麗に見えると思います。ゴルフ場が間もなくオープンなんで、まあ、ここに練習打ちっぱなしがあるんで、クラブ担いで歩いて5分、ちょっとこう回っていくと、歩いて5分、車駐車場ここはついてますんで、ワンベッドルーム、ここの部屋売りに出てるお部屋ツーベッドルームのお部屋ですけど、ワンベッドルームのお部屋でも駐車場は1台ついてますから、車だともう 2,3 分でゴルフ場まで行けると。観光客の方でも市営公営のゴルフ場なんで、ちょっと安めにプレーできます。夜はちょっとこの辺が暗くなってしまうんですけど、ワイキキにこのカラカワ通りに出る分には明るいですし、バスもここ、バス通りもすぐ近く、バス停もここにありますし、このバス停マークありますね、ここにありますし、ビキのスタンドも確かこの辺に、あったと思います、ですから夜ちょっとこの辺暗くなるんですけど、車だと大丈夫ですし、こちらに歩く分にはいいと。ここに一番近い ABC はここかなにあります。夜バルコニーからの景色が非常に綺麗で、ここですね、この角部屋、今こちら13号、この北と東に向いているこの北東の角部屋のお部屋が売りに出てると。これは、景色がこんな感じですし、価格が79万5000ドル、8000万、日本円で8000万ちょい、8000万から9000万の間、為替によりますけど、ですね、こういう感じで。ただし、This unit has a non-conference certificate。ここは、なんと、東、North Conforming Use Certificate。これがついて、これっていうのは、1日単位で貸せるっていう証明書になりますから、実際、この、クヒオ通り、バス停が、バスが通っているこのクヒオ通りより北側っていうのは、1日単位でレンタルっていうのはできなくなってるんですけど、市の規則でゾーニングエリア的に1ヶ月、まあ、今度の規則によりますけど1ヶ月からだと貸せるっていうふうになってまして、この南側クヒオより、南のコンドミニアムだと1ヶ月以内の1日単位のこう賃貸っていうのは可能、コンドミニアムさえ OK であれば合法的に貸せるんですけど、こういうワイキキサンセットとか隣のよく似たこの 1LDK の売り、価格も似てますし築年数も似てるんですけど、ワイキキバニアンも
このクヒオのバス停より北側にありますから、運河沿いにあるコンドミニアムっていうのは基本的に1インチ単位では貸せない。ただしこの証明書、ノンスコンファミングユースサーティフィケートが付いてるお部屋に関しては1インチ単位で貸せる。これはなかなか今多分何割ですかね、実際売りに出てる中でも数パーセント、まあ 10% 以内、まあそうですね、5% 以内ぐらいの物件にしかこの証明書っていうのはついてこないんで、これはこのしかも回数この価格だとめちゃめちゃお買い得かなっていう気はします。ちなみに今長期賃貸、半年以上の賃貸とかも可能ですし、ただ今っていうのがこのコロナの状況で借りる方っていうのは非常に減ってます。以前はワイキキサンセット、こういう 2LDK、 ちょっとこの面積的には占有面積、604スクエアフィート、だいたい10分の1弱が平米に変わりますから、まあ、54平米ぐらいのこのちっちゃめの 2LDK、 各、そうですね、ベッドルーム、2つあるベッドルームが、10平米、6畳ぐらいしかないっていう感じですかね。ですからちょっと狭めになって8畳6畳ぐらいかなになってるんで、ベッドルームは狭いですけど、 2LDK なかなかこう賃貸のマーケット、バケーションレンタルのマーケットでもそうですけどないですから、しかも駐車場もついてこの景色非常に貸しやすいんですけど、これコロナの状況だと今長期賃貸っていうのは借りる方が減っていると。バケーションレンタル、短期賃貸の今観光客が1日あたり20万人ぐらいは観光客来てたんですけど、このコロナで20万人全員来てないと。毎日100人ちょっとは観光でまた来られてる方いてるんですけど、2週間の隔離は絶対必要ですし、まあ、飛行機もほとんど飛んでないんで、20万人観光客が1日あたり減ってると。ハワイの GDP も 20% 減に今なってます。この先、おそらく検査っていうのが、まあ、楽観的に考えて、検査、抗体検査、抗原検査が進むと、まあ、ハワイ来る前にこう検査して、またハワイから帰る時にも検査してっていうことができるようになると、観光客戻ってくると思いますし、それがおそらく秋ぐらいまでには何かしらのこう検査体制が整うっていうことを楽観的に考えるとそういうことになる。もうちょっと早いかもですね。楽観的に考えるともうちょっと早めにテストっていうのは行われるかも。ワクチンはないですけどテストは、受けれるようになる可能性はあるっていうことで、観光客戻ってくる可能性があると。で、この、そうですね、サンセットに関して言うと非常に希少価値が高い。 特に 2LDK っていうのはこの角部屋13、14号、各階14号室までしかないですけど、各、階に2部屋しか 2LDK はないと。で、価格も、まあ、当初のピークよりは若干落ち着いてるんで、また統計出てきたら、お知らせしますけど、落ち着いてますから、なかなかいい物件かなということで今日ご紹介させていただきました。私の観測、超楽観的な観測ですけど、2年後にはハワイは不動産がバブルになる可能性があると。特に日本の方は海外に持ちたいっていう傾向が強くなって、為替の影響もありますし、今は価格がガッとはいかないですけど下がる傾向ですけど、そこから徐々に上がって2年後3年後ピークに向かえるかな、価格が上昇のピークに向かえるかなという気はしています。こういう、まあ、証明書付きのバケーションレンタルができる
コンドミニアムっていうのはワイキキの中でもありそうでなかなかないですから、実際1ヶ月以下、1ヶ月で貸せるコンドミニアム、お部屋っていうのも非常に限られている中で、1日単位でしかもエリア外で証明書で合法的に貸せるっていうことだと、非常に希少価値があって貸しやすい、貸しやすいってことはイコール売りやすいっていうふうになってくるな、なってくるかなと思います。まあそんなところですかね。まあ注意必要なのはロックダウン期間中はこういう合法的なバケーションレンタルでも貸すことができないというふうに今市の、規定でなってますから、5月の末まではいくらこういう合法的なライセンスがあったとしても原則バケーションレンタルは禁止になってます。ということで以上ですかね。残りゴールデンウィーク、安全にお過ごしください。毎回このZoomの終わり方がわからないということで、はい。